皆さんこんばんは。少しお待たせしてしまってすみませんでした、こんばんは。いらっしゃられている方、チャットで今日も参加していただけると嬉しいです。このままの画面でね、いつも通り少しだけ待ちたいと思いますので、アーカイブでご視聴くださっている方は、画面が切り替わるあたりまで早送りしていただけるといいんじゃないかなと思います。こんばんは。ちょっと待ってる間にね、少し今日も雑談させていただきますと、私のこっち、状況状況近況の話なんですけれどもね、今週のね月曜日頭ね、今週の頭の月曜日がこっちでレイバーデーっていうね、日本でいう勤労感謝の日にあたるんじゃないかな、労働者の日的なね祝日だったんですけれども、にもかかわらず結婚式のねお花の飾り付けの仕事に行っておりました。妻と二人でニューヨークの結構北の方にね、なかなかね今年はねちょっとお花屋さんの仕事がね、通常よりも忙しいんですよね。ありがたいことなんですけれどもね、ちょっとだけこれサロン内ではねすでにそう投稿して共有させていただいてたものなんですけれども、ちょっと画面切り替えてもお見せしましょうかね。待ってる間でしたけれども、でこんな感じのね、ニューヨークの北のすごい山奥に行ってきました。なんか馬小屋みたいな、馬小屋っていうとあれだな、語弊があるな、馬とかもいる牧場みたいなところにね、ここにねなんかお花を飾りつけて、でね素敵な結婚式されたそうです。そうね、初見で見られてる方、ピアノのレッスンのね動画かと思って来たのに、なんか花の話してて混乱してるかもしれないんですけども、初見の人いるのかな、そもそもわかんないけれども、今年のね5月からね私はね花屋さんとしてもね仕事をし始めて早4ヶ月ぐらい経ちましたかね。なかなかお花の仕事しながらこうやってね YouTube でのピアノの配信と両立するのなかなか大変なんですけれども、できるところまでね頑張ってやっていきたいなと思ってやってます。こんな感じのね枠組みに花をバーンとつけてみたいな。で、会場披露宴レセプションパーティーの、ね、会場のお花こんな感じですね。はい、というような感じの月曜日、祝日だったはずなんですけども働いてましたよって話でした。じゃあ、ね、今日でねいよいよこのバラード3番の解説分析、そして練習の手引きという配信のシリーズを終えるんじゃないかなと思っています。先週のね続きから、ここからセクション C から、一番難しい中間部分ですね、ここの具体的な、具体的なというか、何をどうお伝えしようかね、もう特効薬があるわけでもない、難しいところはねもう丁寧に練習するしかないんですけれども、ここからのねセクション終わりまでについてお伝えできる限りを伝えて行って、この配信のシリーズを終えたいと思います。チャット参加してくださっている方、皆さんありがとうございます。お名前呼ばせていただきます。ミリエルさん、ナゴミさん、アーリーバードさん、ショパコさん、ツーキチさん、パンジーさん、ユキユキさん、パナーさん、ありがとうございます、チャットでねリアクションいただけると私もすごく話しやすくてありがたいので、どうぞよろしくお願いします。小池優子さんもこんばんは、ありがとうございます。ゆうこさんかな、ひろこさんだったらすいません。はい、じゃあというわけで、さらっと先週のおさらいというか、要点、一番大事なところをお伝えするとね、もうこのレガートをね、ちゃんと綺麗にレガートとして、どこまで綺麗に歌えるかっていうこと、そのために、レガートペダルっていうね、楽譜上指示がなくてもペダルは頻繁に踏み替えてますよ、みたいなところからお話を始めましたね、先週。音が切れないようにペダルで細かく音をつなげてあげるとともに、その書かれてない強弱のニュアンスっていうのもね、終わりがこう優しくそこに向かってふっと収まるようにっていうね、でここからの、それぞれの、ね、音の意味を考えるというか、この急にフォルテでアクセントがついていて、なんかね効果音的な感じで私は思ってますよみたいな、でそれに対してなんか短いセリフで効果音があって短いセリフみたいな、1回目よりもこっちの方がちっちゃく、みたいなね、結構ね細かくお話ししたと思います先週ね。
ね、細かくお話ししたんですけれども、それだけでもねまだまだあの全てではないというかね、この辺りではね楽譜に書かれているペダリングの指示を参考に、さらに細かく踏み替えて、まあ休符をね休符として空白で扱うのか、ね、ね、休符として扱うとねちょっとそういうドライな感じ寂しい感じになると思うんですけど、それだと不自然だよなっていう。休符はね間に入ってるんだけれども、そこにも音は伸びてるような状況をペダルで作ってあげるみたいな、まあまあ細かいことをね先週お話ししました。そちらねまだ見られてない方はね遡って見ていただけるといいかもしれません。まあ言い出すとね本当に内声の扱い方であったりとか、ちょっとした微妙なテンポの揺らし方とかね、はい、まあこれといった正解があるわけでもないし、実際にねなんかそのちゃんと自分自身で、ね、仕上げようと思ったらやっぱりねレッスンを受けてね先生に一つ一つ指摘していただくのがねいいとは思うんですけれども、はい、まあできる限りこの YouTube を通じてね伝えようと思ってます。まあ、こんなところ、通じてのセクション B が終わって、ここからの部分ですね、ごめんなさい、ちょっと手元が見づらくて弾けないのでマイクから少し離れて少しだけこのセクション C 弾いてから話したいと思います。ページめくりもできないな、ここですね。ここまでのねセクション C について、まあね細かく動き続けるパッセージで練習あるのみなんですけれども、で言うてね私もねちょこちょこ音外して今音外してしまいましたし、自分の思っている理想がね 100% 実現できているわけではないんですけれども、まあ一応偉そうにお話しさせていただくとですね、手の位置のね移動をスムーズに行えるようにっていうのがね、こういう速いパッセージを弾くにしても、でその一つかみでどこまでがその一個の手のグループで弾けるのかっていうのをちゃんと把握して、それで区切って練習してあげるっていうのは一個のアプローチだと思いますね。だからまあ最初はすぐ弾けるようになるかな。でここからここに手が移動するんですよね。ねね、その部分だけ取り出してっていう部分練習ですね。っていうような和音で取ってのこの手の移動の仕方を練習するっていうのもね練習法の一つだと思いますし、でやりつつ、あもう一個言うとね、こういったパッセージ弾くときに手首のね柔らかい動きっていうのは本当に必須、固まっててね、そう今言ったことと反対にその鍵盤の場所に行き当たりばったりで弾く瞬間に指を当てに行く弾き方だとミスタッチは絶対に減らないしリズムも崩れちゃうんですと思うんですよね。このだからちょっとカメラ遠いですね、ここの弾いた後
まあ、何気なくですけれどもの後に声引いて次のねこのファのフラットが準備できてなくて当てに行くとかで1本ずつこうやってなんか運んでいくっていうのじゃなくてここ弾いたらもうこの手を回すことでこれが弾けるような形で準備できてるかっていうゆっくりですね。このラのフラット弾いた瞬間にこのファのフラットな準備できてる。でレを弾いた瞬間にここファの音に小指準備できてて、でこれ弾いた瞬間にこのミドラファの形が準備できててっていうね、指の準備、手の形の準備を一瞬早くっていうこと、それをゆっくりのテンポでだけども準備を早くっていうことはね、まあ、何練習するときもそうですね、心がけつつでこのとことかね、これも手首の動きで弾くようなもんで、なので手が下がってなんかこうやって指の動きで当てにいっててはなかなか弾けないんじゃないかなと思うんですよね。まあそんな感じで右手の16分音符克服しつつ、左手でもねこのねっと左手のねあの方がこのタータータータっていうそれまでと同じリズムを踏襲してるというか、そっちのね音の滑らかな表現っていうのもおろそかにしてはいけない。でまあこのね歌い方テンポの揺らし方決まりが決してあるわけではなくて一様ではないと思うんですけれども、今ここまで一塊、ひとまとまりこのね2小節 ×4 のフレーズが終わって、ここから少し動きがねミラドミ、ミラドミソファミドレラシファのところね入るわけで、この終わり少しゆっくりにして新たに気持ち新たにここから弾き始めるみたいなテンポの揺らし方をつけてもいいんじゃないかなと思います。もう一回でこっちの弾き始めのミーラーぐらいね少しゆっくりというか丁寧にミーラードミソファダラララ最初の2音ぐらい少したっぷり弾いてもいいかなと思ってます。ここはね普通のただのスケールですけれども、スケール弾くにしてもねこのね手首のね動きね、ねその音の進む方に手首を持っていってあげてるような感覚でね、ねこの、少し拡大してみましょう。ミーラーがあって、で次ドミソファミドドミソファミド、ここまでがこのドミソファミド、これ一個の手の形、ポジションですよね。ですよね。でレラシファーが次の手のポジションっていう。でこれで。このね、その手のポジションの塊でまずこけずに弾けてるようにっていうねを弾いてちゃんと準備して、あこうかここまでかでっていう、で2つつなげて弾いてみるとかで、まあ、またリズム変奏とかもねもちろんいいと思うんですけれどもですね、で同じ繰り返し右手っていうね、
回ちょっとやっていいですか。まあ、見ての通りね、ちょっとね、私ね、ここに左手苦手というかね、よく外しちゃってたりするんですよね。今言った、まあ、右手は右手でね、まあ、難しいんですけれども、それよりもね、左手の方がなんかちょっと危うかったりするんですよね。まあ、音を外すっていうのも一個そうですけれども、よくよく気をつけたいのが、このベース音がなんか短くね、切れすぎないようにっていうね、このペダルの外に出てしまわないように、この下の音にしっかりとラインもつなげて作ってあげたいのでね。急ぎすぎるとね、うまくいかないんですよね、私はね。で、次のここも一緒、調が変わってる。まあ、ここをね、この辺りからシシドレレ、左手により歌があるというかね、こっちを出したい、シシドレレファって言って、右手のシドシドシドレドレドにつながっていく。で、この折り返しのところで若干私はゆっくりにするかな、こういうところでね。そうですね、あんまり、まあまあ、技術的な難しさ以外にあんまり語ることはないかもしれないですね。それ以前のセクション B までの緩やかなところがやっぱり、まあ、セーブも多くて、なんか扱いという意味では神経使うような、まあ、ここはもう一回ちょっと弾いてみます。軽やかになんか歌いたいように歌えたら、歌えるようにね、技術的なその克服点を克服できたらいいんじゃないかなと、十分なんじゃないかなと思います。もう一回、ちょっとなんか弾けなくなってるぞ。もう一回いきますね。この続きここですね。あ、なんかすごい暑いな、ね、こっちもね、だんだん秋らしく涼しくなってきたと思って、今もうエアコンもつけてなかったんですけれども、ちょっとやっぱりこうやって配信して喋って弾いてるとめちゃくちゃ暑くて汗かきますね。はい、すいません。ここからね、また音楽が変わって、ミーラソファミーラソファミー、次のね、音楽的なアイデアに移っていくところ、だからここのつなぎもね、なんか急にテンポで急ぐよりも、急いであんまり私はうまくいかないので、ちょっとゆっくりにしてから、ラーソーファーミー、1個目ぐらいはすごくすごく丁寧に弾きますね。その前のシドシドからいきますね。私がね、心がけてることを強いて言えば2つかな。右手のこのオクターブ弾くとき、ね、先週の配信でも言ったことですけども、より上の音に思って、
この小指の方の音をより思って弾いております。で左手ね、まあ最初のあたりをこのあたりまではね、あの手でちゃんと届くし、ここからのこの4小節ぐらいはね、あんまり大変さもないですけれども、まあ、なのであの極力あんまり悪目立ちさせずに、なんかさらできる限り、まあ、低音なんでね強いですけれども、あんまり重たくなりすぎずにと思って弾いてますね。あ、ごめんなさい、2回目になって終わっちゃった。そうを心がけつつ、この終わりあたりからかな、ごめんなさい、言いたいこと、心がけてること2つって言ったんですけど、もう1個言おうと思ってたのが、ベース音、特にこの後半のこっち弾くときのベース音を若干長めに保持してあげるというか、ごめんなさい、エコーだ。そう、そこをよりベースのラインとして目立たせてあげたいっていうこと。1回目はそこまででもないですけど、2回目に入って特にで、1回目のこの終わりあたりぐらいからちょっと意識をしてるかな。このあたりからですね、ソーラーシーみたいな、この順次進行してるねベースの音ってね、やっぱりあのなんか、うん、そうちゃんとつながりをね持たせてあげるといいと思うんですよね。でここからね、ねこのちょっと2オクターブ分上って降りてっていうところ、決してテンポでいってね焦ってぐちゃぐちゃにならないようにちょっとゆったりめに思って、でこの辺りからね届かなくなるんですよね、もうねこれね、こことか、まあ1個のやり方、こうやって跳躍する方法もあるけれど、私はこのここまで弾いて指をまたぐ方法で撮ってます ね。このそう跳躍する方法だと、さっき言ったねこの下の音にね重さを乗せるのが少しやりづらくなる、まあ、短くペダリングのタイミングミスるとね短く切れすぎちゃったりとかね、なんか瞬発力で弾くような感じになっちゃうので、こっちにしっかりと手の重さを落としたいっていう意味もあって、この指またぎで上の音を取る方法でいってますね。でこの辺りからしっかりとクレッシェンドで、っていう、おお、こんな時間になってましたね。で、まあ、ここからの、しばらくはセクション B のね戻ってきて転調したバージョンなので、先週言ったこと以上にあんまり言うことはないかな。ここに書かれてるクレシェンド、あんまりなんか大げさにやりすぎずにね、むしろ内声をねちょっと出していくぐらいに思ってやっていますよと、先週もね同じことを言ったと思います。でこっからのね、まあ2ページぐらいが多分この曲中でのね一番のハードル難所だと思うんですけれども、ちょっとこの続きはまた後にしましょうか。ここの部分ね弾くときに、まあ、私がどれくらい、まあ、こだわればよもっとね音楽的に扱えるところなのかもしれないですけれども、私の弾き方ちょっとさらっとしすぎてるのかもしれないけれども、うん、
左手がねレガートとは書かれてるもののあんまり濁りすぎたりとかするとね良くないと思って割と軽めに、軽めに弾くように軽めのタッチでと思って弾いてますよということが1個だから、そのためペダリングもね比較的少なめでこの、ここからここまでは扱ってますね。でね、まあ、この左手が忙しいながらも右手がねあの主旋律というかねそれまでのこのテーマを踏襲しているので、ごめんなさい、でね、まあ、この部分とかねちゃんとペダルを使ってあげないとなんかねスタッカート気味になっちゃうところだと思うんですけれども、うん、だからこの部分ではねペダリングは重要ですけれども、このスタッカートのあたりとかはねほぼほぼノーペダルで弾いてるような気もしますし、でまあねこの左手の音型がねややこしいんですけれども、まあ、先ほどのねその手の1個の手のあのポジションで弾けるところの音の塊をちゃんと把握することっていう、それにも通ずると思うんですけれども、8分の6拍子でありながら、ってか、ちょっとこの本来の拍子の割り方を無視するようななんか音型の連続になってませんかね、この部分って。どうで終わって、シド、ファミレミ、ラソファソ、ミレドレっていうのが類似する音型でね、これ3回繰り返してずれてますよね。練習方法として左手は まず片手ずつ で左手は左手取り出して、この手で把握できる塊でまずこれでいったらこのまま半音階で上がってっていうような、この4音ずつの塊でっていうのような見方で、まあ、まずその指の動きを覚えてあげるっていうのも一個じゃないですかね。ドシドファミレミラソファソ、一応ちょっとねここの部分、まあ、音楽理論的な話しとくとね、このターンの音型ね、ターンの音型になってますよね、ファミレミラソファソで、下にこれダブルシャープついてんじゃないかな、ちょっと見えづらいけれどもですね、ね、覚えづらいですよね、ここねダブルシャープが出てきたりとか、ね、そういう時に音楽理論の知識あると把握がしやすくなると思うんですけれども、弾いてるのはターンの音型でね、でこのターン弾く時って下の音は、まずここで言うとこのミが本イオンで、その上の音下の音ですよね、上の音はこのダイアトニック C シャープマイナーなんで上の音そのままで、で下の音はこの音の半音下になってるようになってなかったら、こことかなってないですよね、こうだとなってなかったら変化して半音上げてあげるっていう、だからここにダブルシャープついてるんですよねっていう、このターンを弾く時のまあ必ずしもはそうじゃないとは思うんですけれども、この戻ってくる最後この戻る音に対して下の音は半音にの幅になってる方がよりつながりやすい、上の音はどっちでもいい、半音になっててもいいし全音になっててもいいしっていうね、下の音に対しては半音になってる方がよりなんかこのターンでタラララって戻った感が戻りやすい、でさらに言うとこの戻る音、これが和声音ですね、この部分では。C シャープマイナー弾いてて、だから、ドシャープ、ミ、ソ、ドシャープで、シード、レ、ドシドの、このレがないですけども、ここね、ドってなっててもいいですけども、ね。で、次、ミに対してのターン。で、次は、ソのシャープに対してのターン。で、次は、またドに対しての
っていうようなね。でまあここまでいったら半音的に上がって上がってくださいっていうような、これに対してのそれぞれにターンがついてるっていう、これに対してでこれに対してのっていうね、つなげて弾くとっていうような感じですね。うん、そう、まあそれを把握して、だからこの塊でね、まず指の動き、鍵、扱う鍵盤をね覚えてあげて、で実際に弾くときにはなんかその変な区切り方、変なリズム的なアクセントがついたりとかはしてはいけないので、もう長いワンフレーズとして淡々と、ただ淡々と、これがねこのみたいな感じのアクセントがついてしまわないよね。まあ、その要領でこの続きもという感じですね。はい、ちょっとそのあたりの説明というか、もう端折りましょうかで進みましょうかね。あ、ごめんなさい。この終わりをね、またまたあのちょっとゆっくりにしてもいいかなと思って私はやってるんだけれども、人によってはちょっとなんかくどくて嫌だなっていう感想を持つ人もいるかもしれません。で、ちょっとこの、そう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 のこのつなぎの部分からいきましょう。ごめんなさい。いきますね。あ、ごめんなさい、もう一回いきますね。ちょっと何回か行かせてください。途中から弾くとやっぱりちょっとあの思うように進まなかったりしますね。なんでそんなあのね何回も弾き直して何を言おうとしてたかっていうと、この左手に大きく跳躍して下がるところとかはテンポでね行こうとするよりも、むしろちょっと待ってあげて行った方が効果的、かつ次弾く音のね準備ができるんでいいんじゃないかなって思ってそうやってます。特にこの終わりとか、そう、もう一回 それを踏まえてちょっと行かせてください。この若干遡った方がいいな、いいか、もう一回行こう。あ、違うな、つながるんですね。まあ、この下に降りたここの辺りからしっかりとクレッシェンドを始めて、で最後ねしっかり待ってあげてフォルティッシモニーっていうテンポでいくとね、なかなかそれのニュアンスがね伝わらないと思うんですよね。先週話した話ことなんですけれどもね、そのテンポルバートっていうのはテンポの揺れと音量の変化が伴っててのテンポルバートなので、で音量の変化にはちょっとその聞き手にとってもね、急になんか音量だけ変えられてもそれは伝わらないというか、少し待ってあげることでよりその変化がね伝わる。
でここからのね、まあ、一番の難所と言われるところですけれども、まあ、練習方法はねもう地味に練習あるのみなんですけれども、まあ、和音で練習するっていうのはまず一つ、このみたいなね、右手の音形和音で練習するというのは一つですね。練習したりとか、まあ、また上の2つの音だけ取るっていうのもいいと思いますね。個人的な感覚としては親指の方はねあんまり心配しなくても手目いっぱい広げたらね、オクターブなんで上がちゃんと取れてればね下親指はね、まあ、ついてくるっていうような感覚なんですよね。っていうような練習もいいですね。ね、で、ごめんなさい。うん。で、またこの内声、ここね、覚えるのも結構苦労したりはしました。なんかうまいことルール見つけてやりたいなと思ったんですけれども、なかなかパッと覚えやすい方法がなくて、内声のね、音がね、どこで下がるんだったかなっていうのとか、ちょっと把握しづらいんで、もうそこだけ取り出してっていうのもね。っていうね、それだけ取り出してっていう練習もやった方がいいでしょうし、うん、でまあもうゆっくりゆっくりね、ごめんなさい、まあね手元見ながら楽譜見ながらで弾くこともねなかなか難しかったりだからねまず音をねもう覚えてしまってからじゃないと練習が進まないっていう人もねいたりとか、またはまあね本当に上手なプロの方だったらねこういうの初見でもねパッとねある程度のテンポで弾けちゃったりするんだろうけれども、私はそれはできないけれども、ゆっくりゆっくりだとね手元見なくてもね楽譜見ながらで弾けたりするんですよね。一応私でもまあ、右手はねこのオクターブでこの小指から親指に持ち替えるっていう動きなんで手元を見なくても割と鍵盤の位置はね把握しやすかったりで、左手はね跳躍が多いんで手元を見てないとね不安というかね、ブラインドタッチが上手くない人にとってはねなかなか大変ですよね。これね黒鍵の形を指先で触ることでどのあたりに手があるかっていうのが分かるんですよね。まあ、ブラインドタッチで弾けるようになっていることは必須ではないとは思いますけれども、ね、最終的な仕上がりでミスなくなんとかいけるようにというのためには手元見てなくてもある程度弾けるようには、ね、なっておきたいですよね。なので、まあ、練習段階で譜読みの時にもうできる限り手も見ずに、ごめんなさいずっと隠れてたのかなこういう方でね、指先の感覚で音探して弾けるようにっていうのはゆっくりの練習の時にねやっておいていいと思いますね。でちょっともう一回弾いて進みましょう。あともう一個、そうこれね難しい音形だからといってこのなんかね、反復横跳びみたいにバタ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 このね手が鍵盤から浮きすぎないように、で先ほど和音で練習してって言いましたけれども、ね、
ほぼほぼ鍵盤から離れ、ちょっと下の方でやってみてみましょうかね。ね、ぐらいの感じの、ぐらい鍵盤の上をこうやってね、撫でていくぐらいの感じで、じゃないと当てにいってるとこれはミス多発するんだと思いますね。まあ、先ほどの話の繰り返しになるんですけれども、要所要所でね、音楽的な効果が得られるところで、ちょっと待ってあげる、もう全てを全てテンポで弾こうとしないというところ、今のところ今止めたあたりから5度加工のね進行に変わるところ、これの弾き始めのところとかちょっとゆっくりになってても別に変じゃないですよね。みたいな感じのね、で、まあ、この真ん中ぐらいでもう一回ちょっとね、一呼吸吸ってあげるっていうのもいいと思います。ファードレのあたり、このバラード1番のコーダ弾くときとかもそうですね。もうどん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 勢いづいちゃっていくと、それをね、うまく弾きこなすだけの技術が私にもなかったりとか、まあ、音楽的な効果と自分の技術をカバーしてっていうのはどっちもでですね。まあ、あとさらにはね、まあ、この左手のベースのドファーシミラレソドファみたいな、この2つのね5度のつながりっていうのを本当はできる限り大切にして弾きたいなというふうに思ってます。私はどの程度それがちゃんとできてるかあれだけれども、ファーシーっていう、こっちの方が強くてこっちの方につながるように収まるようにっていうね。で、まあここからのブリッジの部分ね、そう、技術的なね最大の難所はね抜けたか一安心モードに入りたいところなんですけれどもね、まあ使いたい人はソフトペダル使ってもねいいと思いますね。この左手のこれがねあんまりうるさくなりすぎたくないんで、でね、まあ右手でまあ、その弾きにくい技術的な難しさはさほどではないと思うんですけれども、何調を弾いてるのかがね把握がねすごい私は抜けやすくて、アンプには苦しんだんですよね。でまた内声がいるんだったかなどうだったかなとかね、まあ、うまく整理して覚えれれば覚えるしかないですね。一応のね、まあ、今弾いたところとか一応自分の頭の中では G マイナーに転調したんだなって思ってで弾いてますね。この
のこっちにフラットついてたんだったかな、それが次ナチュラルになるんだったかなとかね、もうすごい覚えづらかったんですけれども、で G マイナーのね加工から次はメロディックマイナーのね上降形に変わるんでね、ここでねね、だからこのミのフラットが1回目はついてて、降りるときにはついてて、上るときにはナチュラルに変わってんだなとかね、うん、でここからはもう A フラットマイナー、この曲のねこの曲のトニックである A フラットマイナー、あ A フラットメジャーに戻る、戻ろうとしてるって考えてね、だからもうフラット4つが全部戻ってくる。このあたりがフラットになってますよってね。でいよいよこの辺りからね、もうクライマックス曲のね終わりですよね。まあこの跳躍とか大変ですけれども、まあそこも焦らずにね、若干少しね遅れてしまっても変じゃないのでね、これがねどうしても絶対 100% テンポでタタタタタタってはまらなきゃいけないかって、そうじゃなくて、この大きな跳躍っていうのは少し時間かかってて、もう技術的にも時間かかるし、ちょっと時間かかってこそその跳躍の音程の大きさっていうのがね耳に伝わるんで、でまあこの辺りからもね、もう和音、ただただもうただの和音の連続にしか過ぎないし、まあなんかいい練習方法はねもうこれ以上ないんですけれどもね、焦らずに丁寧に押さえることっていうね、で実際に弾く時もね早く早く弾きすぎないことって心がけてるんだけれども、ちょっとねまあもう最後のクライマックスなんでちょっと早くはなりがちだったりするんですよね、私もね。まあ、そういう時にねどうしてもまあまあこれごまかし方っていうかねなっちゃうと思うんですけれどもね、どうしてもそうなっちゃって多少外しちゃったとしても、大事なのはねその外の上の音ね、やはりメロディーがね外してなければ内声の音がね若干ね音1音2音抜けようとね少し濁ろうと大ダメージにはならないと思うんでね。できる限りちゃんと音すべて取りたいですけれどもね、はい、まあそんなもんですかね、ここの終わりね。っていう感じで最後の方もなんかあまり解説も何もあれだったんですけれども、まあ最後のこのアルペジオね、両手で取っても構わないと思います。まあ私は片手で練習しちゃったしね、なんかもうそれで弾いてますけれども、両手で弾いても別にちゃんと扱えてればいいと思います。そっちの方が弾きやすいでしょうね。そう、取れるところまでね、ファミドラファミドラファぐらいかな、うん、
はい、まあそんな感じですかね。ちょっと後半の解説は解説らしいものもなかったですけれども、うん、まあ最後にちょっと最初から最後まで見てみてで終わりましょうか。結構今日も長い配信になりましたね。跳躍は慌てなくていいというアドバイスはかなりためになりましたと、アーリーバードさん、あ、ありがとうございます。よかったです。Thank you.
あ、崩壊しちゃった。ゆきゆきさん、スーパーチャットありがとうございます。あ、ちょっと後半やっぱりちょっと早くなっちゃって、あ、どうしようどうしようっていう感じもありましたが、まあこれで一通りショパンのバラード3番のね配信ね終えたいと思います。来週からねまたどうしていこうかちょっと考えたいところですが、ソルフェージュもねそろそろ復活してやっていきたいなと思うんですよね。思いつつベートーベンのねピアノソナタのまあ、おそらく多くの方がね一番最初にされるであろうソナチネアルバムにも載ってるね、これをねちょっと細かく見て、まあ曲の楽曲分析的なその理論的な、ね、曲の構造とかそういった側面も見つつ、まあ、実際にその練習の仕方、まあ、このねバラード3番でやったようなのと同じ感じでね取り上げてやりたいかなと思ってるんですよね。はい、また来週からやるかそれともその次からになるか分かりませんが、またこれをやる際にはねどうぞよろしくお願いします。チャット参加してくださった方ありがとうございました。ちょっと見させてもらいましょう。バラード1番好きだったけど3番もいいですねとたくさん。私もね、まあ、1番が一番好きかな。うん、私も1番好きですね。しばらく弾いてないけれども、おっと、そうですね。で3番もいいですね。なんか歌以外がありますよね。うん、
1番と比べるとどちらが技術的に難しいかっていうね、なかなかそれちょっと難しいとこですよね。体感的にはやっぱり1番のコーダはすごい難しいなって私は思いますね。それと比べると3番のまだね、まあなんか類似したような感じの音型なんですけど、3番の方がちょっと、1番の方が弾きにくいかな、この、本当にしばらく弾いてないな。難しいな、左手が暴れますね。うん、こっちの方があれかな。通吉さんもスーパーチャットありがとうございます。独学なのでとても参考になりました。ありがとうございます。独学でバラード3番ももしかしたらされるのかな。うん、自分で弾くときこの目がないと自己流になってしまうので助かります。うんうん、またされるときに、そうですね、まあ少しでも参考になれば幸いです。はい、バラード3番難曲ですが、小池優子さん先生のおかげでモチベーションが上がりました。ありがとうございました。頑張ってください。そうそうそう、先ほどちょっと言おうと思って言いそびえてました、ね、忘れてましたね。もう難所からね手をつけるべきっていうこと、まあ、何の曲やるときもそうなんですけれども、このね難所のテンポを上げるためには、これとまあその前の、まあ、左手でね、パッセージを、細かいパッセージを扱うということに慣れてない方はまだ、うん、こう16分音符のこのね、ね、ここからの部分ね、なかなか大変だと思います。そういったところをもう練習の初期段階から手をつけておくということ、一個大事なことだと思いますね。後回しにせずにっていうか、もう1ページ目からね手をつけて、まず1ページ目完成したら、いやじゃあ2ページ目頑張ってみたいな感じでやってると、この中間部分で地獄を見ることになると思うんでね。これから対局、大きな曲だとね、そう、そのためにね、曲の形式っていうのをね、楽曲分析して、形式をね、見て把握してるっていうのもあります。それぞれのセクションで何調っていうのも、ね、アンプをしやすくしたりとか、まあ、曲の見通し、演奏の見通しが持てるっていうふうに言いましたけれども、アンプのしやすさに関わってきますよね。で、まあ、そのセクションに分けて、ね、それぞれを並行して進めていくっていう、だからまあ気持ち的にはね、まあ、ABC で B シャープ、B ダッシュで、そう、 B ダッシュが大変なんだよな、まあ、だから気持ち的には4曲ぐらい並行してやってるような感覚ですか。それで言うとね、1ページ目とかは、あ、これあんまりそうは言えないんだな。1ページ目難易度という意味では、音のなんかその大変さっていう意味では中間部分にね、ね、比べるとまだとっつきやすいとは思うので、後回しでいいんですけれども、実際に自分やってみて思ってたよりも大変だなって思ったのは、この1ページ目がね、思ってた以上に弾きにくかったっていう、後回しにしてたんですけれども、私もね、私は。みたいなところの、そう、音当てに行かずに、音が割れずにね、このうん、まあ、でも後回しでいいでしょうね。まずその中間部分、難しいところから練習を進めて頑張ってください。さあ、じゃあ今日もね、少し長い配信になってしまいましたので、これで終わりたいと思います。皆さんゆっくり休んでください。最後までお付き合いくださりありがとうございました。さよなら、おやすみなさい。